チャオ、あっちゃんです。今日はね、4月の11日、あっちゃん家の晩ご飯やけどね、晩ご飯ちょっと今日お昼ね、飲まれへんかって、トマトジュース飲みます。やねんけどね、トマトジュースもこれで終わりやねん。今日うちの駅ね、あれ買いに行ったね、宇田緑を買いにね、行ったついでに道の駅行ったらね、トマトジュースが売り切れとったのよ。まああともう一日行けるかなぐらいないの。やっぱりね、100% 絞りじゃないと濃縮還元も怖くなってきた。これ甘いわ。ムローのね、畑の元気なトマト、農家が作った畑に近いジュースです。これ大田の道の駅で売っとんだけど、今日売ってなかった。この前行った時も売ってなかったね。2回連続なかったさ。観光客多い時は売り切れんのかも。これ、貸し入れてないか、どこで売ってたの。これ6か他でも見つけて、なんていうの、まあ、宇田のどこら辺かでは売ってんねんけどね。ちょっとこれ、冷蔵庫入れときます。その、もうあと一杯分ぐらいね。そいつね、鶏胸を買ってんけど、2枚買ってんけど、1500万のめっちゃ業者があってさ、1枚800ぐらいのめっちゃでっかいのよ。これで作っていきましょう。まず準備していこう。まずね、野菜をね、の前に、野菜の前に、ちゃう。今日ちょっとしたいことがあってね。切り干し大根をね、ちょっとね、さっさと洗ってね、何回かちょっとシャッと洗って絞ります。よし、切り干し大根をね、ちょっと水につけて約5分ぐらい、出します。出しましょう。出します、戻します。キャベツはね、サラダ、まあ、サラダにね、してね。まずね、キャベツをね、さーっと並べて、この上にね、焼いた鶏胸を置くねんけども、マヨ。
もういい。もうサラダの方かな。うん、ないね。もういいか。もう自体がしますか。まあ、自体が。松田マヨを開けときましょう。よいしょ。でね、これちょっと置いときます。何しよっかな。きゅうり。きゅうりをね。これや。お。うめ。こんな感じで切ると飾り切りができるんでね。でこれをね、こんな感じでね、切っときます。んで、ここにね、きゅうり入れて、で塩。もんでな、あんまりいいですよ、しょっぱいからね。もんどきます。もうね、戻ったかな。うん、いいね。これね、これ戻し汁を、戻し汁をね、ちょっとお味噌汁に使います。ちょっとだけね、お味噌汁に使うので、こんなよりかな、ちょっとお味噌汁にこんだけ入れときます。それと、で、お塩をで、これね、ちょっと置いときます。あれかも。きゅうりの汁出たらね、ぎゅっと塩で入れた汁だけ伏せときます。で、ここに、今これ、食べやすく切った大根を入れて、大根のこの汁をちょっとだけ入れます。ちょっとだけね、ほとんどお味噌汁を使ってます。で、ここに米酢を小さじ1、黒酢を小さじ1、醤油、小さじ1。これでね、柑橘が今ないからやねんけど、できると思うね。ちょっと甘み欲しいけど、今回甘み増していこうかな。うん、うん、いけるいける、おいしい。で、酢の物、大根の甘みで十分やん。
で、ではメイン作っていきましょう。でメインね、鶏むねさんを2枚買ったら、いつもね結構この大きくないんだけど、めちゃくちゃでかいのよ。ほら、もう1枚だけ使おう。1枚またね、次なんか作ります。これね、まずね、皮をめくります。皮のところね、についてるけど、もう2ついとってもいいかな。ぐにゃぐにゃして手が滑ってきれへん。もう一枚も皮切っとこうかな。向こうもね皮使わへんので、これね皮ちょっとねあれします、炒めます。向こうもちょっと皮剥がそうか。めちゃくちゃでかいんでね、3等分しよう。んで、まあ、この一口大にね、繊維を断ち切るように切っていきます。んで、こんなぐらいね。大きいな。おちょぼ口に入る上の大きさにちゃんとね、あっちゃん食べられへんので。これね、まずこれを入れて、ね、塩800ぐらいあるからね、塩をね、これね、塩ね、岩戸をね、岩戸を小さじ1、それと岩塩を適当で、ブラックペッパー、これちょっと揉んでおきます。しっかり飲んでね、ちょっとだけ置いておきます。でね、これね、揉んだらね、
ここにね、米粉。お米粉をね、米粉をまぶします。米粉をね、きれいにまぶしておきます。で、米粉まぶしてね、ちょっとこれ置いときます。その間にね、卵、ひらがい、放牧ひらがい、放牧ひらがい卵をガーッと入れて、ここにね、粉チーズ、これトリュフ買う粉チーズ、これを好きなだけ。これで準備しておきます。で、鶏の皮をね、さっき炒めておきます。皮はちょっと炒めます。そこからね、鶏皮油が出たらなと思ってね、炒めておきます。うん、大根の出汁です。で、すごい新鮮な、さばいた日なんかですごい新鮮でね、さばきとかでも食べられるから、今日はちょっとね、さばいてなかったみたいなので、しっかりネットは入れていこうかなと思ってますね。今日はさば、日曜日はね、さばいてたのがないみたい。なんか、もんもんも出てなかったですね。
粉油が入ってます。でこれにねちょっとまあ油を足してね、こっち油が出てこれを返そう。ここに油いらないんだよ。ではね、炒めていきましょう。これね、ここにね、ちょっと入れます。こっちに入れます。逆にしよう。この中にね、ちょっとしっかりこうタレをつけていきます。これをね、焼いていきます。よいしょ。要はね、半分ぐらいをね、焼きます。残りの半分にね、お肉のためのハーブをちょっと入れます。こっちはね、ハーブミックスって言います。2種類の味が決めるんです。
ぐらいだから、まあまあ、ね、食べ応えはあると思うんですよね。もうちょっとね、焼くところを待ってください。もう少しで焼いていきます。では、お豆腐と、わかめから。豆腐だって言ってね、昔のお豆腐。はい、ぬかずです。ぬかず入れて、ちょっとこう入れてみて、ちょっと温かくなるかな。よいしょ。キュウリ、キャベツと、これは浅漬けキュウリ。まあ、さっきのあれはね、2日ぐらい使ってるからね。大根。美味しいね。では、閉じます。もういいかな。完成です。で、キュウリと。大根結構使ってんね、これ色変わってるもんね。キャベツ完成です。キャベツとキュウリとめっちゃ美味しい。食べましょう。